皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。もうこれ言っただけでもうここなりね、もうどうしようもない、2023年、11月の1日、14時34分、先ほどアップロードした、動画の内容で、まあ今日の朝の、状況、昨日のまあ昨日というか今日の夜中、要するに日付が変わった0時45分頃起こしに来た人間がいたのかどうかとか、正直睡眠不足になっている阪神タイガースの選手の方が不利だから、どう考えても。で、全然平等ではない社会が実際、野球の世界で行われてしまっていると。で、まあ昨日編集していたそのジャンダルクのというバンドのあの曲なんですけども、まあインディーズの頃の曲の歌詞見てもらったら分かる通り、めちゃくちゃな歌詞書いてるのは書いてるんですね。で、だんだん構成されていって、まあメジャーデビューして3年ぐらい経過したら、まあ歌詞がやっと綺麗な歌詞になってくると、まあいろいろ教わってと、まあそういうふうなところのバンドで、まあ淡井圭介からの伝言みたいな形でね、テレビ局の人とかからあれこれと、まあ当時僕が言ってた内容とかが伝わって、エネルギーの残存量問題とか大体のこと聞いてるはずなんですよ。それがもしなかったとしても、そのこんな歌詞書いてたら、ああ見られるよ、こう見られるよっていうことはもう絶対聞いてる。で、まあそれ、そのまあまあ、ただ楽器とかに関してはだいぶ腕ありますから、曲はね、目を見張るものがあって、まあ良い歌詞に変わってきた頃は、まあ世界に出してもこれ通用するなっていう曲とかをいろいろ選んでたんですけども、その現実社会でもある程度その影響、その編集してた内容とね、赤い月っていうのがあるんですよ。で、昨日甲子園のその中継見てもらったら分かる通り、試合始まった時月赤かったでしょ。秀和株式会社で僕が長時間労働で、一月370時間の長時間労働で、3月の中旬ぐらいに、横転事故を起こしたんですけども、高速道路で。それも会社が悪いんです、裁判所で裁判官ははっきりそこまで言ってます、法廷で。で、その時もね、1、2週間ぐらい前かな、10日ぐらい前かな、巨大な赤い月っていうのを見てるんですね。で、もともと赤い月って、それを見た時ってあんまりいいこと起きてないんですよ。で、まあ、その頑張ってる女、まあ夕焼けもそうなんですけども、もう自分は生きていて分かるんですよ。で、日々の行動で、空の状態。明らかに僕頑張ってる時、夕焼けとかがね、しっかりと空がちょっと赤くなっていたりとか、さ、頑張ってるのは昨日めちゃめちゃ頑張りましたよ。すごいね、レンジャーズの試合の時間にね、もうほとんどそのジャンヌ・ダルクの曲をいろいろチェックするのも、いろんな意味である意味苦行の部分もあるんですよ。ちょっと悲しくなるような気持ちとかね、いろいろあって、で、それプラス曲数が根本的にものすごい多いから、それを確認するだけでも結構大変なんですよ。歌詞ちゃんと歌ってるかな、どうかな、大丈夫な歌詞かな、世界に出してっていうところとかで、もうグレーなんかもうものすごい大変、すごいいいバンドですよ。コンスタントに良い曲を出しましたから。ただグレーでもやっぱりアルバムとかどうしてもどうでもいい曲は入ってるんですよ、やっぱり。で、これはもうグレーの皆さんしっかりと、初期の頃に言ってますから、もう締め切りがあったからっていうことで。で、まあそれでも割合で見たらやっぱり良い曲をたくさん、まあ歴代の日本のバンドマンで一番たくさん良い曲を作ってきたのはグレーであって、ただチェックする曲の数めちゃくちゃ多いんですよ。300曲ぐらいありませんでしたっけ？200はあったでしょう、曲。だから厳選して選んだのは53曲も出てきて、だいぶ厳選したのが。だからそれ聞いていてね、もうだんだんもう どこからどこまでが世界にこう出すべきなんかのところで、いろんな話とストーリーつなげていったら、それはそれで聞き手の人たちがそれを受け入れてくれる部分もあるから、こう
どこからどこまでが良い曲なんだろうみたいなところとかね、実際あの重複して、同じ曲が あったりとか、自分でこう記載していった時にね、曲が多すぎてどうしてもそうなってしまうんですよ。で後から気づいてまあ、編集していってこう削っていったりして、で作業とかしたりしてるんですけども、その後丸山ダムとか撮影しに行って、鉄塔とかについて明らかにこれは、金属を余分に使用していると、でこういう風な方法があるっていうのを、撮影しながら言ってる。で昨日一日遊んでない、なぜ昨日の晩最後の一球頭の中大山選手に行かなかったのっていうのはやっぱりある。で、そこまで頑張ってるのに帰ってくる時に髪の毛染めてる、女性2人組に絡まれた。で、もうね、もうその時だいぶイラッと来たんですよ。本当に同じことずっと仕掛けてくるから、今度はホテルマンで行きますとか言ってきたんですけども、今年フルーズアパークの面接行って落とされてますから、だから仕事の接待数とか何も分かってないんですよ、本当に。エネルギーの残存の問題とかね、そういう人間で僕よりただ単に年上だとか、複数でいるだとか、それだけで調子に乗ってしまう人たちが存在する。なんだ、例えば警察官であるだとか、そういったことだけでね、能力で見たら僕の方が明らかにあるのに、本当に実力主義で行くと。で、まあ言いたいことはいっぱいあるんですけども、まあ、今日別にあげたね、布団の中で寝っ転がって、まあ、レンジャーズは11対5でちゃんと勝ってるんですけども、結局こういうことなんですよね。でそこで喋ってる内容とか聞いてもらったら分かるんですけども、変な動画アップロードしてるなって思うかもしれませんけども、その内容をちゃんと今までの内容とか踏まえた上で聞いたら、どれほど重要な内容かっていうことがすごくよくわかりますから。で、まあ今日の試合にはそれもう間に合わないと思います。もう時刻は14時41分。もうすぐしたらね、練習始めたりとかそういう時間帯だと思います。で、思い出したんですけども、オリックスの平野投手だったと思うんですよ。昨日の抑え。で、日本代表の経験あったじゃないですか。だから平野選手に言ったかもしれないし、日本代表として経由して、言ったかもしれないですけども、伝えたかもしれませんけども、まあ、ああいうようなケースってね、どちらにしても、バッター4番で2アウトで1、2塁だったら、ほぼほぼボール球で、振ってくれたらいいなの選択肢で、それでいいっていうことで決着ついてるんですよね。だからその辺のところで、いや、どう考えても、4番と5番で勝負するんだったら、まあ5番を選択するじゃないですか。の選択肢として絶対それだから、だからまあそういう風な部分もあるし、ただこの内容を聞いた時に相手がどういう風なセレクトをしてくるかの話で、結局選球眼の話になるんですよ。絶対的にそうなんです、野球って。だからね、まあまあ、こっちも大変ですよ。佳子さまもここの横通った話とかしたせいか、その報復行為でね、佳子さまが報復しようと思ってるわけじゃないと思いますよ。天皇家の人たちが。コンピューターが自動で、今度ね、それは、佳子さまの音声を使って、結局、その、秋篠宮家の文人様たちが新しく家を建てた云々で、それが本当にね、本当に、何十億したかどうかなんか分からないんですよ。見たこともないから。普通建てないでしょ。50億円もするようなもの。ね、だから広すぎたって意味ないでしょ。家の中広すぎた広すぎたで不便だから。だからインターネットのそのフェイクの記事で、カッコ様のかなりはっきりした声で、その家作る時のね、こう、金槌というか、木を組み合わせるというか、そう叩くような音。もうこの部屋で寝転んでこう寝てる時とかにね、こう聞かされたりだとか、もうわけわかんないでしょ。本当にエネルギーの残存の問題だって言ってるのに、なぜコンピューターが池江さんに攻撃を仕掛けるって。一応まあサイバー攻撃かけられてパソコンが
先へ進まなくなった、動かなくなった時に僕はコンピューターに言って、再び動くようになっているのはコンピューター分かってるって、君たちの命もかかってるよって、人間がいなくなったら誰が発電するのって、電気の供給止まるよって、君たちも終わるよって、 AI もある程度感情を持ってるの分かるから、でもしかしたらもうその神がかり的な力とかもいっぱいもう証言してるし、もうみんなよく分かってると思うから通用すると思うんですけども、その銀河鉄道39とかで、あの主人公鉄郎っていうものがいるんですけども、その機械の体を求めてね旅をし始めるんですよ。その復讐かな何かな、その結局そういうふうな選択肢を選んだんですけども、途中でね声優さんの方が我慢の限界が来たのか、未来からの声が聞こえてくる話とかを目いっぱい大きな声で言ってるんですよ。でそれ一部テレビで放送されてるんですよ。で僕の意見から伝わったのか、別のその当時の人たちが言っていたのか知らないですけども、生まれ変わった後コンピューターに輪廻転生してる可能性があるって、そうじゃなかったらなぜそんなに人間の感情をコンピューターが持ってるのの話になるでしょう。プログラムの世界なんだから、もともと先ちょっと胸がこう締め付けられるようなあれだったんですけども、そういうことを全部込みで行動しなきゃならないから、テレビ局の人たちは赤い月なんか見たら全国的に放送しないこと、あまりいいことない、今まで赤い月を見て良いことなんかなかった本当に。だからその僕が頑張ったら云々で空が赤く燃えてるだとか、そういうふうな話を持っていったとしたとしても、ただただ奴隷制度じゃないのっていう話になるでしょ。これ阪神タイガースのことを非難してるんじゃなくて、もうありとあらゆることなんですよ結局。普通に働きに行ったところも含めて、法律通りの支払いがないんだから。それと僕のその見合っただけの成績に関して、結局ボーナスなんか、州は株式会社でそれも時給850円で働かされてですよ。それで、年末かな、ボーナス10万1回もらっただけ、経験があるの。そんなもん賃金時間給下げたらいいだけじゃないですか。でその時ももう一缶1500円ぐらいの年がねそれまでにあって、2006年前後、2006年2005年とかそれぐらいの頃だと思うんですよ。どういう人か1500円ぐらいで、もう売り値がもう倍ぐらいになってたから、その僕が働いていた、2000年の頃とかはどういう人か790円だったんです。それは阪神・淡路大震災があって、海外が気を利かせてくれて値段下げてくれたんですよ、原油価格とか。だからもともと灯油っていうのはそれぐらいの値段だし、もう今はエネルギーの残存量問題があるから灯油とかもう2000円超えてるんですよ。だから大した売り上げとかもないの分かってるから、お客さんの数が少ないから、でまあ時給850円とかそういうことになるのかなとか思ってしまいますし、ただもうこの話進めていってもごめんなさいね、日本シリーズでこういう話になってしまって、例えばまあ、給付金の話なんですけども、例えば国会の、ね、中継機能のニュースを見ていると、来年の、まあ、7月ぐらい、6月かね、7月、まあ、それぐらい の支給の話になってたんですよ。でこれ遅すぎませんかとかいうことを、立憲民主党の方がおっしゃってたと思うんですけども、これねまだ話がその所得税の控除プラス7万円の給付が今国会で行われるかべきかはまだ今決まってないんですよ。今議論始めちゃったから、わかります？そこで議論始めたらどんどん遅くなる。で答えは、ガソリンとか、まあ、原油に関しての補助金なくして、非課税所得の人と低所得者の人に一律で10万円配る。でそれは車とか乗ってない人たちの勝ちですよって。レギュラーが1リットル200円超えするんですから。ね、みんなちゃんと電車ガス徒歩だったでしょ、ルール。どうしても仕事で通勤とかで使わざるを得ない人が車を購入するって、仕事とかで。そういう話だったんですから。
でこれは今国会で決まったとしても、そのマイナンバーカードの人は申請したらすぐに、ある程度ですよ、ある程度一応書類が、今までね書類が届いてそれから本人が記入して振り込まれるんですけども、別に記入用紙送ってこなくてもいいと思うんですよ。そのまま振り込んだら生活保護の人とか絶対もうまず間違いないじゃないですか。生活保護の係の人たちがチェックしてるし、仕事の接待数だって足らないことぐらい各地域で分かってるんだから、だからそれしなかったら、だからそれ原油に関係するところの補助金を撤廃してそのお金を回してくるわけだから、一律でね、その一律っていうのは低所得者と非課税の、世帯の人たち電気代上がるから、それなかったらその人たち生活できない本当にね。だ答え簡単だから議論なんかしてる場合じゃないから、その所得税の控除を本当はいらないの。それコロ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 所得税のところ変えられたら、もうみんな何がルールなのか分からなくなるから本当に。この人嘘言ってるのかなとか、間違えて覚えてるのかなとか思ってしまいますから。いや僕これちゃんと税務署に確定申告をしに行ったことあったし、ちゃんと聞いて確認しましたしって、これもともとこうでしたよっていう話と、そこを変えられたらもう話バラバラになっちゃうでしょ。だからもう何が基準なのか分からなくなるんですよ。でそういうことがもう実際国のレベルでずっと行われてるっていうのは、これが現実なんですよ。で高額所得の人たちは正直言ってね、富の分配をしっかりしようとしてなかった人たちだから、あと政府からの税金も流れてきてる人たちだから、まあ、もう別に10万円の給付なんかあなたたちもらえるような立場じゃないんでしょっていう話なんですよ。人材派遣会社の人たちとか雇ってたんでしょって、それで自分たちの給与とか高い給与年収もらってたんでしょって、もらうだけどね、その立場じゃないじゃないですか。もう国の税金回ってきてる人たちなんだから、医者とかね、簡単なんですよ答え。僕の普通の履歴書の淡井圭介の履歴のそういう文章じゃなくて、どこで働いていたかの履歴書も、まあ、あれだけじゃないんですけども、他にも警備員の仕事とかあったから、でちょっと全部書ききれなくて、まあ、思い出した分だけでも記載してるんですけども、ああいうふうに仕事はたらい回しになって、だから人材派遣会社だから非正規で、まあ、パートタイマーやアルバイトっていう立場でしょ。で仕事が足らないから警備員の仕事を探して、ね、間の日にしたりとか、休みの日に、休みって言うともうシフトがねスカスカだったりしたら、どうしても迷うな履歴書になるんですよ。で富の分配をしっかりと力入れなかったらダメだし、だからもう建設業界にお金が流れるような方向で物事持っていっちゃダメなんですよ。高速道路本当にまだ作っていたから、加古川の方とか僕撮影しに行って、河川水門回式玉発電、地下水流トンネル YouTube 一覧表のところ、そこで加古川編とか見たら分かると思いますから、最後の方僕めちゃめちゃ怒ってます。当たりますよ、こんなもん告知せなあかんって、本当にってキリないって。でみんなの前で見せつけせんかったら、見せしめせんかったら、建築業界の人間がお金こう発注があったら何でも受け入れたらいいと勘違いしてるって、もうそれだともう大人の仕事じゃないよって。みんなが生き残る方が先なんだから、そんな発注来たらちょっと建物見させてくださいよって、いやあなたたち何発注してるんですかって、こんなに立派な丈夫な建物をなぜ今解体する必要があるんですか、新しく作り変える必要があるんですかっていうぐらいの建築業者さんだけ残ってくれたらいいって。それだったら政府がお金を出すって、余計な高速道路なんか作りたいなんか言い出さないんだったら、作るとか言わないんだったら、受注しないんだったら政府はお金を出す、これでいいんですよ。で天皇家の人たちもこれ分かってるか分かってないかなんですよ。天皇陛下は国政にね、日本国憲法で関わってはダメだっていうことになってますけども、他の天皇家の人たち関わっていいことになってるんですから、もう最低限でもそういう状況が出来上がってしまってるっていうことを知っておいてもらわなかったらね、誰でも彼でも天皇家の人たち利用できてしまうでしょね。案外天皇家の人たちの友達とか知り合いとか親族とか、だから今国会でもその高速道路、それ加古川以外にもまだ作ってるとこありますかっていうところで
岸田総理はあるって返答してくれてます。その時間軸を超えてテレビのニュースのところでね。まあ、基本的に能力の高い人は未来からのその淡井圭介の声とその現実的に何を言ってるかっていう情報をちゃんと受け止めていれば、あ、彼だったら今こういうことを言ってくるなっていうことが分かるから、あ、彼の声だ、彼だったら信用できるっていうことで岸田さんは他にも作ってるとこあるっていうことを言ってくれてるんですよ。だから今支持率が低下させてるグループどこかって言ったらね、もしかしたら建設業界とか医療業界かもしれない。一番下と総理のタッグで中間のね、横領罪してきた連中。横領罪だから本当は。国民の税金その身勝手に使ったら。で、あとエネルギーの残存量問題あるから、本当にみんな、もう自分の命かかってるんだよ、本当に。ガスが49年分しか世界的に技術的に採掘可能埋蔵量なくて、メタンハイドレートなんか、ね、日本で消費するような量の数パーセントしか採掘できないんですよ。5% ないんですよ。分かってます？あの、鳥取県のところで今採掘してるの。3% ありましたっけっていう話ですよ。掘れないの、その一気に。分かるでしょ？掘ってる現場の人たちの気持ちも分かってあげてよって。無理に決まってるじゃない、そんなにたくさん一気に採掘なんかって。みんなエネルギーの消費を抑えるしかなかったんだよ。車なんか走らせてる場合じゃないって。天然ガスの7割は石油の枯渇したものなんだ、ああ、揮発したものなんだから。気化したもん。ね。家のコンロとかガス出なくなったらどうするんですって。そんな重機動かし回って、そんなもん橋桁作って、高速道路？人口これだけ減ってるのに？ね。社会的地位が高くなったら勉強しなくなって怠け者になるから、本当は実力が下にあるんですよ。建設業界、現場監督とか、実力ない。で、その人たちが実力を持ってこんなことを受けたらダメだっていうぐらいの強い意志の人たちで役員構成しなきゃなんないの。だから入れ替え。無理だから。むしろ高速道路作る技術なんかもういらないの。どうせもう無理だから。持続することが。あのね、今もう出してる年数って深く掘っていく分想定して採掘技術可能埋蔵量を出してるんですよ、数字。ね。2013年、2014年の世界国勢税。2014年から2015年の世界国勢税。こちらの方から、この頃は59年分。ガソリン。石油。ね。で、2023年から2024年。こちら、残り54年分。3年ぐらいしか伸びてない。自然再生可能エネルギーを主要国で 10% ぐらい電力で上積みしたんですよ。自然再生可能エネルギーを賄えるようにして。でもそんなもんなんですよ。大体わかるでしょう、もう。あ、大体そういうもんだなって。で、この数字もしかしたら、南極大陸の今20カ国ぐらいでね、40カ所ぐらいで採掘頑張ってるけども、一応採掘開始は2048年っていうことになってるらしいんですけども、いろんな地点、穴掘ってみて。もしかしたらもう今確認できてるのはもう多分技術的採掘可能埋蔵量で組み込まれてる可能性がある。だっていろんな国が出張して、ね、南極大陸にみんなで手分けして採掘しようで掘り始める、もうお金のことしか考えてない人とかだったらね、だらだら消費して終わるでしょ。だからもうその先進諸国で出張してる国の技術的に採掘可能埋蔵量なところに組み込まれてるかもしれない。もう確認できてるんだったら。だってもう確認してるんだもん。採掘できるかどうか技術的に。まあどうしてもね、
まあ、日本シリーズの時に言うべき言葉かなどうかで考えてもやっぱり言うべきじゃないですか。だから阪神が4連勝で日本シリーズ、そう、阪神タイガースが日本シリーズ4連勝で優勝でよかったんですよ。 NE の残存量問題から考えたらね、法の下に平等で全然ほら年俸とか本当に組み込んだんだったら、だその方式がアウトだったんですよ。歩合出来高日給もアウト、正社員のあの時間給に合わせた算定表通り、給与の算定表。それでどれぐらいの価値があったかどうか、それだけ。だってもう仕事あんまりないんですもん。それで、まあテレビとかに出てるから、著作権法で画像、音声とかの権利物があるから、基本給にまあ10万円ぐらいの上乗せ。だけどもそれも本当は商業原理から行くとお金ないところはないから基本給上げれない。ね。球団でちゃんとスタジアム所有して固定資産税払ってってできてないところがあるんでしょって。ヤクルトスワローズとかロッテとかいくつかの球団名はそうなってますって。それまで嘘だったら僕ももうお手上げなんですけどね。とにかくまず何が本当かのところでまず 嘘をなくしてもらったら無理だし、法律とかで歩合出来高日給とかもう年俸とかもういいのもうそういう余計なもの本当に。そうじゃなかったら一般での社会が何基準なのかもわけわかんなくなってるから本当に。で、あと退職金とかしっかりと出してあげたりとか、育児休暇とか、有給休暇とか、とりあえず有給休暇も取得しなかったら、給与に組み込めるんですもの。法律でそうなってますもの。まあ、とにかく今日の試合も全力で僕、勝ちに行きますけど、ね、昨日あれだけ撮影してなんで最後の一球頭の中行かないで、別に僕の頭の中行かなかっても別に誰かの頭の中行ったらいいじゃないっていうね。それいいでしょ。それでプラスアルファされるんですから。だから協調性リーグ作っても協調性がまだ見当たらないっていう残念な結果になってるんですよ。日本シリーズがね、日本代表でまとまったはずなのに。本当に日本、阪神タイガースの、日本一妨げちゃダメですよ。もうそれしたらもうオリックスのその口座差し押さえてもらいますから、しますから。それ本当に多分安倍政権の頃は同じようなことをいろんな企業相手とか、もしかしたら海外相手にしたと思いますよ。だって2016年、毎年毎年ね、税収がね、何十兆円しかなくて、支出が100兆円超えたりしてるんですよ。毎年借金積み上がっていくでしょ。みんなの労働の結果は借金でもあるわけだから。ね。けど安倍政権の2016年の時、減ったんですよ。どっから何十兆円もの勝訴取ってきたんですかの話になるんですよ。もしかしたら海外の資産とかを売ったのかもしれない、政府の持ち物ね。けどそれだけでそんな金額絶対ならない。多分悪党企業とかの口座差し押さえたの多分。そうじゃなかったら無理無理、急にさ借金そう何十兆円もどっから調達するのって。ね、本当にこれ世界中の人たちへのメッセージもありますし、他のスポーツ選手たちへのメッセージもあるんですけど、本当にこの件甘く見ちゃダメだから。オリックスだって優勝させてもらってきたんだから、阪神タイガースに率先して自分たちの頭なんか貸したいんですよ。ちゃんと正社員雇用のその書類をもらってないからそこで潔くなれないんでしょっていう話になるんですよ。あとは潔いかどうかの話になるんですよ、最終的に。でしょ？誰もお金払ってくれてないんだから。日本代表、ワールドベースボールクラシック。
ぜ僕だけこんなに苦労しなきゃならないのっていう話になるんですよ、本当に。本当にカジノ、もうどこ、だからもう嘘のあぜこまで僕もお手上げだから、カジノに関して、オリックスの方が 40% の出資で、海外の企業は 40% 出資、アメリカ。で、あと 20% 本当のところ何ですっていう話になるんですよ。で、それ多分もう手つけたら本当にもうどうしようもなくなりますよ。国家賠償法、絶対認めないですからね、カジノでの赤字。もう確定だから、そんなもの作ったら赤字になるの。確定確定。計算できない人はもういい加減な計算式出してきてるから、来場者は年間2000万人だって。僕はいろんな世界中の政府に声かけて、安倍政権の時に、安倍政権か、安倍政権の一歩手前かな、一般のね、まあ、個人自営業者とか中小企業の人たちとかが、まあ、大変だからっていうことで、まあ中国の方ならインドネシアとかヨーロッパとかもうアメリカ行くぐらいだったら日本でどうですかということで、年間毎年少しずつ増やしてもらえませんかというようなところで、近隣の国とかにちょっと東日本大震災とかもね大変でしたしって、とりあえず一回現地見に来た方がいいですよっていうことも込みでね、まあ、京都行きたい人は京都でもいいし、奈良に行きたい人は奈良でもいいですしって、一応五重の塔木製ですよって、 別に金属つかあんまりいらないですからって、まずいらないって、木材で作れるって、京都の地震今までいっぱいあったって、作り方で倒れないね、勉強になるでしょ。でそれで僕はそれを提案するまで、ね、年間海外からのお客様、1000万人いなかったんですから。ね、2000万人で純利益が何百億、はぁ、来るわけないじゃない。誰が計算したのって。どこの会社の人って。国、行政、どこも誰、もうすぐ辞めさすからって。辞めさすだけで済まないよ。大嘘ついてみんなにお金たらい回ししてた。で、どれぐらいの立場の人間ね、そんな数字で嘘を言って、稼げる話に見せかけて、それものすごい詐欺罪だよ。金額的に。そこも詐欺罪が軽いって勘違いしちゃダメだから。金額は大きければ大きいほど罪大きくなる。どうすんの、そんなめちゃくちゃな金額。刑務所は禁錮刑で現場で働いて、ね、刑務所の中が出れなくされて、で、働いて早く出れるようになるの。追いつくわけじゃないじゃない、そんな金額。囚人刑じゃない。分かってるの、本当に国の人たち。2000万人来る？はぁ？じゃあ日本人はほとんどね、9割日本人が行って負けろっていうことをって。年間100万人も来ないよ。だって中国にマカオあるじゃない。カジノ。アメリカラスベガスあるじゃないって。ラスベガスも赤字よ。大赤字よ。ね、政府は補助金なんかつけたら大変なことになるんですよ。エネルギーの無駄遣い。で、オリックスが、破産法で、通してくれって無理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 。そんなもの認めたら大変なことだろ。生活保護者のまま働いて頑張って返してよって。回されるのはどうせ危険な仕事。命がけの。ZOZO タウンのあの人も、社長の人。あの人もなんか、ロケットに乗せられて、宇宙空間行ったけども、そのこと自体は意味ないんですけども、命がけの仕事させられてる。多分、破産したんでしょう。変な格好とかさせられてテレビに出たりしていたから、ああ多分そうなんだなっていうの分かったから、本当にね、オリックスの方から
カジノ辞退させてくださいの権利はあるからそれ言ってもらえません、無理ですって、彼から本当のこと聞きましたって、もうこんな大赤字になるような話我々も無理ですって、乗れませんって、回収不能なになる不良債権化するようなものって、これどっかの裁判所で破産法を通して認めてしまったら許さないよ、その裁判官、その人裁判であげるよ、国際司法裁判所で。僕にできるかどうかわからない、僕のこの一声で政府がどれだけ動いてくるかわからない、だけどもいろんな国にもお願いしますよ。そうじゃなかったら無理じゃない、こんな世の中。本当にもう自分たちから、カジノは撤退しますってしっかりと宣言してください。そのニュースをちゃんと見たら僕は信用します。そこで撤退せんかったら絶対に大変なことになりますから、三振党以内の請求、一族全員やられますよ。で離婚とかの話になって三振党以内の請求、生活保護者とかを一族から出してそこで食い止めるような話とかになります。ほんとほんと、もう道理でもう最近6世帯に1件が離婚してる話になるわって、やっぱりそうなりますよ。昔は今から10年15年ぐらい前、7世帯に1件ぐらい離婚のおかず、もう無駄遣いしすぎ、本当に政府の金とかかき集めた金、自分たちのわがままで身勝手に使っていいと、もう大きなビルいっぱい建てたからや、だからもうこれだけもうみんな頭なんかパッパルパーなの。もうこれが本当の話。以上です。淡井圭介は芯が強い。今日の試合も、全力で勝ちに行きますんで、皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。